今もっても仕上げたでも知りません。はい、どうだ。さて、これに控えおりまする春野屋春之助。大里表、実家の学十郎が秘蔵弟子にはござりまするが、花のお江戸で修行いたしたたっての望みに、師匠学十郎もいつまでも手元に甘えさせおきまするよりは、お目高きお江戸のお客様方のご評判をいただきまするのが本人の身のためと、はるばるまかり来させました。不肖小団次権十郎両人にて預かりましてござります。何がさて、昨年物にござりますれば、お客様方の御意にかないまするやりなら、案じましたるところを、ことのほかなるお敷き立てに預かり、各忍びの20日も、あと3日と申す今日まで、永遠の見物を賜りまする段、当人は申すに及ばず、座方一同、ありがたく、御礼な申し上げ立てまつります。さすがのお江戸の義教心、師匠学十郎もありがた涙にくれまして、私より皆々様に厚く御礼が申し上げてくれたと、はことにございまする。何分ともに末末までご贔屓のご予行をもちまして、一人前の役者ともなられまするよう。ご贔屓、お敷き立てのほどの隅から隅まで随当ご意願い、おめたてまつりまつる。あんたら
りましたぞ。これです。ありがたい、ご助、確かにこれです。あ、ご苦労の甲斐が。ご用で、その籠を渡せ。これはまたご迷惑な。大切なごひいき様をお送りするものを。言うな。ひいきであろうと何であろうと、我らはその中に隠れた女に用事があるのじゃ。何の用事か存じませぬが、それでは私の気が済みませぬ。何だ、見れば河原小人の分際で気が済まんなどとは。別れてやる。いずれにしも改めて挨拶はするぞ。あ、もし私ことは春の家春之助とも住み込むの何分のごひいきを。何もうその話はこれをご縁にお近し。私こそ私名は君わけのござりまして、今は詳しいお話も叶いませんが。いいえ、伺うまでもござりません。あ、違う、私こうしておられませぬ。ご助が、ご助が。
消息を。でもまたあなた様に。いや、半之助女方は看板ながら、あのような荒事がまた何より好ましいのでございます。しばらく。ではしばらくここで失踪を。だな、これはよっぽど腕の立つやつの仕業ですね。で狐に詰まわれたようだ。何かあったか。いえ別に。不思議だ。春之助、兵と素直に返事もしてが、出るおめえ、やぶから棒に白羽のご馳走なんかかませんあって、素直げくになれなれしい野郎だぜ。こう、おいらには奥山の金室っていう、ちったはサイコロずれした名もあんだ。用があんなら、真っ向からそう呼びねえ。金五郎と呼ばれたければそうも呼ぼう。まあ、ただ聞く、芝居者にあるまじき権威の際、御嶽神陰流と見たこの目に狂いはあるまい。なんだぞ、芝居者にあるまじきた、なんて言う人だ。その芝居者は御嶽神陰だったら、お手しょってどうしようってんだ。春之助、その理由を誰が受けた。その立ち筋を誰から授かった。篠田は誰か、教えてくれぬか。おい、手しょ、物を尋ねる前にはまず自ら名乗るもんだ。誰だてめえは。身共の仲。そうよ、うん、聞きたくば名乗ろう。名乗れば必ずその死の名を。おう、またより。さらば聞け。身共は若、その相手はなりませんぞ。おう、じい。若、軽はずには許しませぬぞ。
任せあって早々お引き取りなさい。あれ様、しかしあい。いいよ、光る。ご老人、闇には闇の神器、実には実の霊があるはず。挨拶を受けて回ろう。甲賀官家か、名ある忍者と承知した。挨拶、是非とも受けて回ろう。まず拙者、名は周、銃は武蔵。その霊を受けん。何？間違いがなければいいが。さようで。あ、わ。おう。わか。ご案内。あの亡きならは誰にも気づかれません。丁重に葬りました。片付けない。だがわか。大事な鬼を忘れなきよ。たるはずみのことはくれぐれもお進みくださいますよ。では今宵はもうお休みくださいます。10年土の問い10月土の問い天保十年ならば、わしの生まれた年だ。猫に貸してきたよ。なんてまあまあのような小屋なんだろうね。後のことは知るもんかだって。
格好が悪いからやめとけと言うてなに。仮にも武士の妻たる者が役者風情の話にうつつを抜かすなどとはもってのほかや。節々と大層におっしゃいますが、かつお節だって出汁が出ますのに、あなた様と来た人には逆さにしたって話さえも出ないでありませんか。無礼者、その存を妻とても堪忍でき。切ってくれ、直れ。こう、こら、これが目に入るんか。あ、おのれ、武士の魂を。あなたの魂は質屋に入れた方かと思いました。アホ。ああ、食が欲しい。そうか。よし。おお、ロックさんじゃないか。知らねえと言うんだね。でもおかしいじゃねえか。めったに客席へ出ねえという噂のお姉さんが、折り鶴の一件と消えただけのあの紙切れんべ、こっちの名前も聞かずに二つ返事で飛び出してきたのは、どういうわけだ。それといい、これといい、俺は昨夜の粟島様の人殺しにはお姉さんが一口乗ってるとにらんでるんだ。それともお姉さんは昨夜はどこへも出ねえという確かな証拠でもあるのか。あの昨夜は、うん、昨夜はどうした。猿ご贔屓様と。そら分かった、言えなくてもったろ。俺の聞いてんのは加賀の一件のその後のことだよ。春之助さん、言い訳は知らずで聞こう。さあ
知らせ。お前さんをこう呼んだのも市村座から名付けを出すめ攻めてものは俺の自信だ。でも本当に私は何も。えい、くぜ。春之助、私は嬉しい。そなたが私をかばってこの男の問いにあくまでも口を開かぬその真心、私はしみじみ嬉しく思います。さあ、昨夜の籠の後のこと、この男の特進の行くまで話してやるがよい。さあ、はよ。もし様かは存じませんが、近寄ってお怪我なすちゃつまりませんで。のう半之助、私への心遣い遠慮は一切いらぬと申す。もし足の言葉は聞こえませんかい。ゲロ、騒がしい。何、ゲロだと。言ったがどうした。旗本八万騎中名誉の家柄と知られた麻布間宮穴で1800石、相良家の奥と、そちは知っての拷問か。相良様の。これはどうも、とんだ失礼を申し上げました。お大臣の奥方様が、こんなところにとは一向に思いもよりませんもんでしたんで。どうも失礼いたしました。笑ってたもれ。これもみんな太夫が可愛いゆえじゃ。昨夜の籠の出来事の後からは、春之助はずっと私の屋敷に、明け方まで。何とおっしゃいます。神穴のお屋敷に。嘘だと言いやるなら、そこな次女両名に尋ねるがよい。それでもまだ振り落ちれば、屋敷に参って誰かに通ってみるがよい。それにしてもこのかんざしは。何を言うぞ、東西の人気者春野屋春之助の縄文とあれば、おなごというおなご皆争って用いるものを。危ないところありがとうございました。なれどあの者にあのようなことを。とうとう身にとかくの噂など立ちましては。その心遣いは無用のことじゃ。誰があの不浄の者に誠の名なず明かしましょうぞ。相良武太夫の奥とは根も葉もないこと。誠は駿河台に2000石を賜る明石大学の奥お地下以後近しゅう願いますぞ。大なるお言葉、私こそこれをご縁に幾久しゅうご贔屓のほど。のう春之助、どうじゃ。恩に着せるわけではなけれど、私の頼みもどうじゃ。はい、身にかのうことでござりますれば。ではそなたの心の変わらぬうち、かごを。はい。戻りなく
私を案じておりました。あなた様何者です。アニエ様ではありません。お君様、私は春之助でございます。春之助様。春之助。うまく呼び出してくれやった。これもそなたの変装のおかげ。礼を言いますぞ。お君様、お許しくださりませ。あなた様を欺く手だとは精査存然のことでございました。春之助様、お助けくださいまし。連れて行かれては命の危うい私でございます。よし、はい。いくら抜いても今夜は無駄だ。お君様、良い加減に分かりませんか。あなた様がいつまでもそのようにしていたら、春之助の胸板に鉛の玉がめり込みますぞ。そんなつまんなそうな顔して話って何さ。ねえ、何さ。おつね、とうとうお前と別れる日が来た。え、何だって。敵討つにはお前と馴染んで、ついうかうかと暮らしてきたが、俺は言えるからこうしてはいられなくなったんだ。どうしてさ。いや、嫌だよ。私は嫌だよ。まあ聞け。親父は殺されたが、手がかりは皆目知れない。その知れないのをいいことにして、忘れるともなく忘れていたが、実は昨夜お前さん、敵は知れたのかい。いや、敵ではない、敵ではないが、探ればきっと知れるはずの男に会ったのだ。俺はその時から忘れてた恨みが燃え出した。武士の意地が蘇ってきたんだ。お前には別のだろうが、何も言わずに別れてくれ。嫌で別れるのではない。せめてこの言葉は、今まで作ってくれたお前に対して俺のお礼だ。嫌だ。まだら嫌いな別れるのと。お前様侍なら、私は侍の女房だよ。
何邪魔をしてもきっと泥を吐かしてやるぞ。舐めた真似すると刀が物言うで刀が掘るのやってお前か。一体この結末はどうしてくれんねん。おい、あくら、えっ、わや、波の花、不思議なことばかり。もう立ち入るまいと思いましたが、じ、笑ってくださるな。あのいじらしいお君様が何かの生贄にされかかっているのを思えば、もうこの血が湧き返る。目を閉じて忘れろとじは言うに違いないけれど、これは恋でも色でも決してない。ただ目に見えぬ不思議な糸が私をズルズル引いていく。じ、春之助一生に一度のわんぱく、この度だけは許してくださるのか。若がそれほどまでにおっしゃるなら、この度だけは目をつぶりましょう。大先生に叱られたらじいが皆引き受けまする。面白い、久しぶりの若のわんぱく、じいも一役受け持ちますかな。では早速ながら淡路町の大田室道場に監禁された兄弟なんぴょ。再承知。ごめん。ご浪人、金に困って死神にでも取りつかれましたかな。いや、別に。見受けたところあまり金に縁のありそうな顔でもないが、それで少しは使えますかな。これさ、これが使えるかと聞いたのだ。それが使えたら雇ってあげようというのだ。雇って、それはそれは、拙者は金にこそ縁はないが、剣道にかけては絶対自信がありますぞ。さようか。見たところ少しは使えるらしい。ではようや神田淡路町大田黒道場まで参られ。はい。ありがたい神様。おい、何言ってんだ。うん、大田黒道場か。
れほどまでに事を分けて頼んでも、そなた聞かれぬと申すのじゃな。待て。なあ、おきみども。この上痛い目を見ぬうち、折り鶴を出したがよいぞ。行方知れぬ慶太郎の弟、そなたには懐かしいいとこがそれで探し出せるのじゃ。家督を捨てた慶太郎に代わって、やがては明石家の主となる人じゃ。おじの家を思うなら、素直に出すものじゃ。君だろ。口では何とでも申されましょう。探し出して慶太郎兄様と同じ雪目を見しようより、いずくかの空で何も知らずに暮らされた方がその兄様にはむしろ幸せ。最後の策。では、春之助とお園を。乗るかそれかの大事な場合、今さら嫉妬でもあるまい。ではじい、私に乗り込めと言いますか。虎穴にいらずはと申すこともござります。容易ならざる陰謀、若手の手もこの年寄りが許しません。どうやら話が逆になりましたが。逃げ足も早いですよ。若、千夜の大物と見受けます。父上の名を聞こうとした。さよ。実のことか詳しくは覚えませんが、大先生が手打ちにされた公儀の者のせがれかと思われます。お若、明日はいよいよ先生だってございますの。私の生涯の大芝居が続いて幕を開けるそうな。ああ、その方その方。せっかくの支援もそちの返事が逃げ切らんため興ざめになったぞ。まあ気の毒だが、お園との婚礼を承知する気になるまでここでゆっくり考え直してくれ。のう春之助、明日をも知れぬ殿様を喜ばすと思って慶太郎の身代わりになってたも、二千石の家柄が立ち行くも潰れるも、そなた一人が頼りじゃぞえ。ではまた明朝返事を聞きに参るぞ。
あの闇だこ。何でしょう。タコなんて見えやしないじゃないか。何か知らんが、ことすばらしいだ。おつれ、ちょっと行ってくる。あなたでしたかい。こちらの方とはちっとも存じませんでした。内緒、内緒。実は拙者、今晩初めて職にありつきましたんじゃ。しかも、剣道は無双の達人という触れ込みでな。助けてくだい。ゆうべのことは内緒にしてください。頼む、頼む。お強い人はそばにいてくだすって、私も心強うございますよ。稲葉殿とやら、奥でお呼びでござるぞ。さようか。ご苦労。なる大先生より近々お招きの儀あり、度ほど書の闇凧をつかまつりました。お招きの内容、いまだ何事とも知れません。次に若、押し込められたるご兄弟の身の上、うかつにはなりませぬぞ。若に不審の振る舞いあれば、一味は即座にお二方の命を絶つ決意と相見えました。ここのところは彼らの望むに任せ、平太郎殿になり代わり、赤助乗り込みも立法かと。だが私にはまだその決心がつかない。なぜでございます。たとえお二人を助けるためとはいえ、明日も死ぬ人を偽っては、半之助、生涯心の呵責を続けながら。若、それはこの際。じい、じい。怪しき者見受けましたれば、今宵はこれにて。本当だよ、その。じゃあ驚いて飛んできたよ。もう帰ってこないと思って諦めていた慶太郎がひょっこり姿を現すなんて。まるで嘘のような話じゃ。しかしまあ、いずれにしても見えたいことじゃ。お、どうじゃ。え、お主も嬉しかろ。のう、梶江。今宵の祝言万端、お主の裁量を頼むぞ。ああ、いいとも、いいとも。これそなたはまたどうしたことじゃ。待ちに待った祝言が今宵じゃというに、その顔はない。そのうち嬉しかろ。あれ , 笑ったり笑ったり。
ぜここへまっすぐお帰りなさらなかったのでございましょう。なぜ淡路町など行かれたのでございましょう。園には消せません。うん、まあそれもそうじゃな。まあそのことは寝物語で聞くがよいと。のそれ支度じゃ支度じゃ。帰ってくれた慶太郎、わしは嬉しいぞ。この上は両人仲良く末永を幸せに暮らしてくれ。この嬉しさにつけてもただ気にかかるはお君とそちの弟の行方じゃ。お父上、私の弟はなぜ捨てられたのでございますか。かけんじゃよ、双子。しかも父の問いの双子は家を滅ぼすと代々の口伝えじゃ。迷信ではない。明石家代々の間には事実はいくらもあったのじゃ。猿にしても不幸せな奴め。今どこに暮らすか。抜かるな。牧村の菩提寺に領地和尚を訪ねるがよい。そこには明石家代々の蓄財が隠されてある。ただその在りかは明石家の当主と菩提寺代々の住職だけが知るばかりじゃ。さあ、もうよしもうよし。若い者には長村でやむようじゃ。お君と弟のことをくれぐれも頼むぞ。さあ下がって休むがよい。うん、そのことそのこと。
に行く人を偽り通してそれでよいのか。よしたとえ己の心は正しくと。アホなことを言うな。それよりも明日は主人のお供をして甲州牧村とやられ旅立つのは、今度帰ってくる時には5両や10両ではないぞ。軽く見積もって50両、多ければ100両仕事じゃ。100両。うん。これ大きい。どないしてお前おきん、おきんって、お前、百両やで。百両。甲州牧村か。牧村か、領地要所との返事じゃ。本葬は16日決まったそうな。あの、お旅立ちのお召し物、誰にいたしまして。任せる。よろしいように。どうした？はい。お君殿のことを考えて。あまり安全のがよい。父上の御霊がずっと守っておられる。見慣れの女の方が旦那様へお目通りに願っておりまするが。何？見慣れの女？それはまた妙なことを申すのでございます。お玄関へ来るなり太陽様にお目にかかりたなどとわけのわからぬことを。何？さようなお方はお見えになりませぬと断りましたら、あ、そうそう、太陽と申してわからねば新しいお殿様と申しましょうなどと。よし、わしはにぎわって倒してみる。座れてはなかろうな。なんで太夫さんに。おいでくださるならご案内いたしましょう。君と慶太郎の居所らしい。そなた後をつけて二人をさらってきてたの。わかりました。よりすぐりの者10名ほど連れたがよいぞ。ちょっと外出してまいる。あの、何か急な御用でも。何、すぐ戻ってまいる。案ずることではない。
言言う。そして一言聞く。二人の命の代償として言え。気候がしなる人の名と住居。何？君と慶太郎の命を救いたくば、いえ、貴公に御岳神陰流を教えたその死の名と住居、わずか一言で尽きる。しからばまず身の方から聞く。貴公何故その名を知ろうとするか。父の仇だ。公儀の隠密であったわしの父上、ある事件探索の途中、ある者の手によって倒れた。隠密はお上よりここの命令によって動くもの。それゆえ事件の全貌を知る由もないが、殺した者の流儀だけは判然と聞き知るを得た。一代一人を限って伝えると聞く。御岳神陰はそれなのだ。すなわち貴公の死なる人こそまさしく我が父の仇だ。ようやく読めた。身共にもその話心当たりないでもない。が住みなき者の命を代償とは武士にあるまじき卑怯。言うな春之助。父の恨みを晴らす手立て、勝てばたる。来て身共が口を割らぬ時を。旦那様、お茶などお立ていたしましょうか。かたじけないが、おしゅうなし。そなた、構わず休むのよ。
明日はまた早いゆえ。ではお先休ませていただきます。という次第で、実は今宵あたり丸之助の身辺に何か起こらんともはかりがたい。何しろ牧村の菩提寺に隠匿してある九千両をものするまでは、やつは我々にとって大事な看板じゃで、めったなことがあってはあいならよいか。そのつもりで今宵は拙者を油断なく。ではその今晩の警戒は拙者一人でござるか。大勢でうろうろするより、日頃ご自慢の貴公の腕を信頼してさように取り決めたのじゃが、不服かな。よう、どういたしまして。一人はむしろ拙者の望むところ。では何分。はい、に迷わんなら、その上拙者の女房と言ったら、そんなことにでもなったもんなら拙者を食い殺しかねないやつです。お察しくだはれ。これ、このパこのパでは私の相談にも乗ってくださらぬか。もちろんでござる。拙者の首さえ保証してもらえれば。では。はい。Thank you.
和尚は一応は反対もしようが、いや明石家の当主たるそなたが頑強に主張するときはやむを得ず引き渡すものと思われる。万事抜かりなく頼むぞ。承知いたしました。すべては春之助めに。さて春之助、そなたその金分配の後は再び舞台へ戻りやるか、あるいはあくまで明石家の当主となりすましてやる所存か、今後のこともあることなれば今ここでしかと返事をしてくれあれ。河原小敷で使者を送ろうよりなろうことなら明石家の当主として結構な夢を見たいもので。本心じゃな。なんで今さら嘘など。それ聞いて安堵いたした。しかし安堵ならぬはさっきの目明かし。なに、いざとなればびっくりしたで。六さん、さっきは相良様の名を語ったくせ者などといきなりお近様に飛びついたして無茶すぎるで。ほんまにあの一味と来たらお前さん一人なのってではどうしててこにゃんもんか。お前同じ長屋のよしみや拙者が今晩逃がしちゃうさかい一足先に江戸へ帰るんやな。拙者も江戸でまた一肌飲もうやないか。何言ってんで、てめえもあいつらの仲間じゃねえか。百両仕事と言いやがって女房に目を回させたのは一体誰で。あれ、お前さんあの話を聞いてたのかい。それで拙者のことをつけてたんやな。いやで、おい拙者もうあの口はやめたよ。本当かい。お前で今日のこと何もお前さんを助けるわけがないやないか。そうか、そうやと。こら、不条約人、貴様、笠野殿の飛ぶのを承知で別に黙れしたのか。笠野殿、今お前俺を助けた。かかった。黙れ黙れ。やるって言ってたやんか。黙れんか。稲葉人、奥でお役でござる。奥で、さよか、ご苦労。見込んで頼みがある。というのは明日埋葬済み次第例の金を江戸へ移すことになったが、貴公その裁量をして一足先へ帰ってもらいたいのじゃ。あの拙者が、うん、あなたの腕を見込んだのはこの春之助じゃ。聞けば随分達人とのこと。いや恐縮千万で。いや貴公なら任される。よいか、淡路町身どもの屋敷へ間違いなく頼むぞ。では明石家ではなく。ああそうだ、身どもの屋敷へじゃ。は、稲葉様、道中格別気をつけてください。はい。なぜ後をつける。帰りなさい。帰りません。あなた様が帰りない限り、私帰りません。わしはそなたの夫として言いつける。すぐ帰られ。あなたは私の夫ではありません。なんと。慶太郎様でないあなたが、なぜ私と偽りの祝言などなさいましたか。それをおっしゃってくださいませ。今宵、私はそれを聞かぬしよ。死んでも戻りはいたしません。おっしゃってくださいませ。若よっ、じいか。なぜに気がさらなさる。そのわけは今にお分かりになります。さあ、じいがご案内申し上げましょう。
これ D、どこへ行くのじゃ。大先生のお言いつけですわね。若もお急ぎなさらぬと時刻に遅れますぞ。あ、さあ D、ご遠慮のところご苦労でござる。ご自由に。今宵は不肖東鉄斎と志を同じをしていただき、この地に盟約を結んでもらった皆に、わしはまさに時期到来とわずつけたい。皆も知っているであろうが、道中伏せ安藤の家からは幕府の衰退を備忘せんため、御年わずか15歳の御幼年にあらしらい、お高米はずの宮様を将軍家持ちの奥に迎え立てまつらず、不定なる野望を加え、公然と賢きあたりに願い出たが、ご逆家になったのが昨年の4月のことであった。しかるに準備。はい。わからんか。当和制になります。黒竹の天地生物に関する限り、さすがの伊賀の準備もこの年寄りには及ばんと見えるな。私が始末する。さて、和宮様ご高家の家、ご客家になったのはもとより当然のことと思われ、資格あったにもかかわらず、恐れ多くも再びご降下は願い、朝廷にあってもやむなくご勅許に相なったと漏れ受けたま。臣下の分際としてかかることは強行し、心身を悩まし立てまつなどとは言語道断の振る舞いだ。そこでわしは今週勝宮様御下校の道すがら御輿をお奪い立てまつる準備のために、来月下旬までに皆に都に集合することを命ずる。すなわちこの今日は我ら終生の念願たる
王政復古の世論を喚起することは確かである。その意味において我々は全力を尽くしてこの手を実行に移す。以上、皆もご苦労でござった。ではご自由に引き取られるように。ご苦労でしたの。1年ぶりじゃ。ノーハル。はい。大臣の代わり、あなたと付き合って。申し訳ない。いや、反発も、たまにはよかろう。老人で。は。これも皆、私めの至らぬところで。いや、この度のことは、怪我の功名。なかなかの情報だけじゃ。ノーハル。今宵はそっちに改めて申し聞かすことがあるぞ。そっちを大阪の角次郎に預けて役者にいたしたのはなぜだと。はい、おりきたらば大事な使命を激に仕組み、三国のありがたさを主任に。もとよりそこは。が、一つにはそっちの父に巡り合わせようためじゃ。父に？なんとおせられますよ、父上。実は、そちは明石大学殿の子じゃよ。ま、詳しいことは甚兵衛に聞くがよいぞ。わしはその間にあの男と一言を交わしてこよう。じ、大先生が宣言どうなる医者より生まれたばかりの若をおもらいなされたのは、さよう、天保10年のことでしたか。しかしそれが、明石家のご子息であろうとは、じいも昨夜、大先生から伺うまで、夢にも存じませぬことでした。元来、明石家には古くから言い伝えありまして、二川家紋に災いなすとして、その一人は必ず竹へ、使わすげにございます。天元堂なる者も明石家との役を守り、若を大先生に託した天末の日誌を人知れず淡島堂へ奉納の折り鶴に封じ、この世を去りましたよし、その折り鶴を探し求めるお君様を若がお助けしましたのも思えば不思議な因縁でございます。大先生もこの度のこと、血は争えぬよと、ただただ勘に耐えてございました。そうだったのか。若、小屋で皆様がお待ちかねでございます。さあ、少しも早く。皆様とは？はあ、お千代の一味ばかりでなく、あの甲賀者までがお二人様を付け乗ろうとあっては、かくまえる場所とてはこの山だけでございましたのでの。ちょっと待って、わしを探している男があると聞いたが、そっちか。ファン巡査とかもそちの父、知作もちょうどこんな月夜の晩だった。わしを狙ってこの地に忍び寄ってまいった。ひれ、今さら何の繰り方だ。父の命を絶ったその腕でこの首を切ってくれ。似ている。そちの父も同じことを言っとった。わしは切らなかった。ざわつきのまま三日一緒に暮らしてみた。その間にわしは少し話したように思えた。
大義のこと、指導のこと、日本国体のこと、そして三日目にその縄を切ってやった。ん？何だと？助けてやった。嘘だ、嘘だ。まあ、冷たい山の四季に植えてその高ぶる神器を沈めればいいぞ。わしはその間に谷川に砕けるきっかけでも見てくれ。少しは落ち着いたか。では話を続けることにしようか。縄を切ってやったそちの父がさ、どこへ走ったか、そりゃわしは知らん。しかし橋に追ってのかからんところを見ると、彼はこの黒竹の秘密を江戸へ報告に帰ったんじゃなかったらしい。嘘だ、大嘘だ。今日のこの池に遠藤と申すようにかい、その後にも訪ねてまいるがよい。これほど申して分からねば、人並み通り相手になってったわ。おっ、このたわけめ見れば相当の腕と思われるに、その立ち、その技をなぜ大義のために活用せんのに。目を開き、しましょう。くらえ、くらえ、下へ。いい月じゃのう、甚兵衛。寝るには押しつきじゃ。少し歩こう。は、来い。は。徳川の禄をはみ、しかも尊王を説くことは、侍として心苦しく、家督を捨てて屋敷を飛び出したのも、皆この家でござった。そのため、不肖のこの身が、父上のご臨時にお会いできなかった不幸を、お身が償ってくれたのだ。不憫なものと思い詰めておられたまぶたの子に図らずも手を握られ、血に水取られて死んでゆかれた父上はさぞかしご満足。それを思えば死にゆく人を欺いたこの春之助の心の呵責も晴れるような気がいたします。ただ兄上の今のお言葉、春之助には下しかねます。尊王の精神が徳川の禄を半分の中に醸し出されたとて何不思議ありましょう。徳川の内懐にあって、
宗教を正しい道に歩ましむ。その努力もいたすもまた尊王の道の一つでなくて何でありましょう。その上明石家はすでに兄上のお名をもって相続されたのでございます。分かった、かたじけない春之助殿。どうなされた、なぜ泣かれる。嬉しかった兄上様、嬉しかった。若、もうそろそろ舞台を回しましょうかの。あまり遅くなって気づかれてはなる。ではお園殿、そうじゃない。まだこんなところをうろうろしたのかい。うろうろってわけじゃねえが、ゆべはどう。いやいや、それにつけてもお前さんに言うてみたいことは、助けたのは拙者やないぞ。ええと、春野や春之助という人。なんだって。気を使いなんだかい、あの川田の殿さんと。え、お前さん、あの人も狙ってたそうだが、バチが当たるぜ。どうして。分からん。ああ、江戸に帰るまでいろいろ話をしてやるよ。頼むわ先生。え、これこれどうしたの。ほら、この前大六さんからもらったんだが、ちゃんと飲み代が足りねえんで、これ方に少し譲しておくね。お前、六さんからもらったってこりゃ、こりゃダメだよお前。こりゃね、これはわしにとってはね、鬼門じゃよ、これは。え、これがね、本当春之助の品物であったならばね、これは五両も八両もするんだそうだけれども、みんながこんなもの、お前、金つけてくれたってこんなものいらない、これは。なんで、一文にもなねえのか。何がなるかいな、本当かね、先生。これ、これをさ、本当かって言ってな、これが金になるくらいだったならね、俺はあんな長屋に、おれへんってお前。なんだって。なんであんな長屋にいるかお前。あら、おかえり。なかったのね。おかしな六さん。
帰り。あ、どこ行ってたの、六さん。あ、ちょっと甲州までね。いくら経費かっておめえ、あんなが一万人なるんだそうじゃねえか。金つけてくれたって言うのにって。誰が言ったんだ。国白堂の先生だよ。あんなものが金になるぐらいなら、わしはこの長屋出てもいい。なんてのこと言うもんだから、おいら山の辛抱にくれちゃったんだよ。長屋野郎、なんてことだ。あれは本当に春の屋の持ち物だったんだぜ。もしばらく来たら箱分けしてもらおうと思ってたぐらいなんだ。えいへぶへ来たよ。あれ本物だったのかい。おお、本物だと思う。それがね、今度の旅で急騰したことから分かったんだ。実はそこの稲葉さんから聞いたんだがね。ずいぶん損しちゃったね。ほんとにヘボ駅舎だね。おいおい、ヘボ駅舎と言われちゃそりゃわしゃかなわんよ、お前。え、じゃからなんじゃないか。わしゃ最初から本物だってそう言うとおりじゃないか。お前分からんね、お前は。今のうち何言ったんで。おめえ、あんたが俺たちに言ったそれが覚えてるけ。ああ、覚えてるとも覚えてるとも。だからわしはこの長屋を出て行ったらいいんだろ。ああ、お前、出て行ったらもう来ないんじゃないよ、お前。あのね、さよなら。運んだと。さようで。誰が陶器などへ運べと申した。わしは陶器を運べと申した。お、そっちはさ、おのれ乱死にいたしたか。暁の者は暁に帰るに何不審ありましょう。持ち帰った旧千両、確かに当主平太郎様へ。のう稲葉氏、確かにお渡しして土蔵の中へ。なんてと。このお方に。こいついつの間に慶太郎に渡したのと死んだはずのやつに渡せんか。そんなもんに。
本地、その方たちが探し上げた明石家二者の一人、明石春之助じゃ。改めて見せろけ。もともと侍なんだってね。この興行で役者の足をきっぱり洗って何でも金が当たったって噂だよ。なあおつね。あ、俺も金が当たってよ。どうしてどうしてさ、お前さん京都へ行けば死んだ親父に会えそうな気もするし、俺のやる仕事もありそうな気がする。決心したならそれもいいさ。けど私はもうどこまでもついていくよ。
川島様へ奉納される神知れぬ折り鶴の中で、これがおそらく一番幸せな折り鶴では。私もそう思います。